飯田義孝は、神奈川県横浜市金沢区出身。セパタクロー日本代表選手、ポジションはサーバー。横浜市立金沢中学校、神奈川県立一里沢高等学校、アジア大学卒業。幼少時、兄の影響を受けサッカーを始める。中学入学時、100名近い応募者の中から、日産 FCJR ユースセレクションに合格。 ジュニアユースチームに加入するも、途中、方向性の違いから、地元中学のサッカー部に転部。高校でもチームの中心選手として活躍。アジア大学入学時、同大学において当時コーチを務めていた、日本代表エースアタッカーである、寺本進と、セパタクローに出会う。全日本学生選手権において、優勝を飾るなど、期待のホープとして成長し、2002年、 アジア競技大会にて、セパタクロ日本代表チーム最年少として、選出、銅メダル獲得に貢献。2006年アジア競技大会においても日本代表の中心選手として選出され、2010年アジア競技大会チーム戦銅メダルを獲得。2011年の世界選手権を機に代表を引退し、代表コーチ就任。セパタクロ日本代表、山田正は、 高校サッカー部時代の後輩である。また、お笑いコンビフルーツポンチの渡る健太郎とは、中学時代の同級生である。ありがとうございます。